ィエール・オーギュスト・ルノワールは、フランスの印象派の画家。後期から作風に変化が現れ始めたため、ポスト印象派の画家の一人として挙げられることもある。ルノワールは、1841年、フランス中南部のリモージュで貧しい仕立て屋の息子として生まれ、1844年、一家でパリに移り住んだ。聖火隊に入り、美声を評価されていた。 1854年、時期の絵付け職人の見習いとなったが、1858年、失業した。その後は、扇子の装飾など職人としての仕事を手がけていた。1861年、画家になることを決意して、シャルル・グレールの画塾に入り、ここで、モネ、シスレー、バジールら画家仲間と知り合った。フォンテーヌ・ブローの森で一緒に写生もしている。 1864年、サロンド・パリに初入選し、以後たびたび入選している。経済的に苦しい中、親友、バジールのアトリエを共同で使わせてもらった時期もあった。1869年、ルーブシェンヌの両親の家に滞在している時、モネと共に、コーラクチラ・グルヌイエールでキャンバスを並べ、印象派の特徴の一つである、筆色分割の手法を生み出していった。 1870年、不屈戦争が勃発し、騎兵隊に従軍したが、1871年、パリコミューンの動乱に揺れるパリに戻った。スパイと間違われ、一時逮捕される出来事もあった。パリコミューン収束後のサロンは保守性を増し、ルノワールや仲間の画家たちは落選が続いた。こうしたこともあって、モネやピサロと共に共同出資会社を設立し、 1874年、サロンから独立したグループ展を開催した。後に、第一回印象派展と呼ばれる展覧会である。写実性と丁寧な仕上げを重視するアカデミズム絵画が基範であった当時、新しい表現を志したグループ展は、世間から国評にさらされ、経済的にも成功しなかった。1876年には、第二回展に参加。 1877年には第3回展に参加して、大作、ムーランド・ラギャレットの舞踏会を出したが、これらも厳しい評価を受けた。その一方で、ビクトール諸家、ジョルジュ・シャルパンティエといった愛好家も獲得していき、特にシャルパンティエ夫妻は、ルノワールの重要なパトロンとなった。1878年、経済的見通しを重視して、サロンに再応募し、入選した。 その後サロンへの応募、入選を繰り返し、一方で第4回から第6回までの印象派展からは離脱した。私生活では、1879年頃、未来の妻となるアリーヌと知り合い、交際を始めた。この頃、携帯が曖昧になりがちな印象派の技法に限界を感じていたところ、1881年の時にアルジェリア、ついでイタリアに旅し、 特にローマでラファエロの作品に触れて大きな感銘を受けた。画商ポール・デュランイコール・リュエルの奔走を受けて1882年の第7回印象派展に船遊びをする人々の昼食などを出すが、この頃から明確な輪郭線が現れ始め古典主義への関心が強まっている。そして1883年頃から1888年頃に、 かけて、デッサン重視で、冷たい、アングル風の時代が訪れ、その集大成として、大水浴図を制作した。1890年代以降は、アングル風を脱し,し、温かい色調の女性らと映画を、数多く制作している。評価も定まり、ピアノによる少女たちが、政府買い上げになったり、勲章を授与されたりしている。私生活では、アリーヌと正式に結婚し、 子にも恵まれた。関節リ町ウマチの療養のためもあって、南仏で過ごすことが多くなり、1900年代から晩年まではカーシュルメールで過ごし、リ町ウマチと戦いながら最後まで制作を続けた。ルノワールは、1841年、フランス中南部の時期の町リモージュで生まれた。7人兄弟の6番目であったが、上の2人は創生し、他に兄2人、姉1人、 1> 弟一人がいた。父レオナールは下手屋、母マルグリッドはオハリコであった。後の印象派の画家たちが、ブルジョワ階級出身だったのに対し、ルノワールは一人労働者階級出身であった。1844年、一家でパリに移住した、ルーブル美術館の近くで、当時は貧しい人が暮らす下町であった。幼い頃から A の興味を示していたが、 美声でもあったルノワールは、1850年頃、作曲家のシャルル・グノーが率いるサントゥスタッシュ教会の聖歌隊に入り、グノーから声楽を学んだ。ルノワールの歌手としての才能を高く評価したグノーは、ルノワールの両親に、ルノワールをオペラ座の合唱団に入れることを提案したが、父親の知人からルノワールを直工場の徒弟として雇いたいという申し出があったことから、 グノーの提案を断り、聖火隊も辞めた。1854年、磁器工場に入り、磁器の絵付け職人の見習いとなるが、産業革命や機械化の影響は、伝統的な磁器絵付けの世界にも影響し、1858年に職人としての仕事を失うこととなった。 ルノワールは後に次のように改装している。4年間の見習い期間を終えて18歳になった時には私の前には統計士としての洋々たる未来が開かれていた。この仕事では1日に6フラン稼ぐことができた。ところがその時思いがけない大災厄が起こって私の夢は台無しにされてしまった。ちょうどその頃、冬季や時期に プリントの絵付けをする方法が発明され、人々は手で描いた絵よりも機械の仕事の方を一層好むようになったのだ。ルノワールは次に扇子の装飾を仕事にし、アントワーヌ・バトーやフランソワ・ブーシェの有名な名作を複製した扇子を繰り返し描いた。この時、ルノワールはブーシェやジャン・オノレ・フラゴナールといった18世紀のロココ絵画に興味を持つようになったようである。 その後、メダル制作の紋章を描き、窓の日よっけの装飾、カフェの壁の装飾など、職人としての仕事を次々手掛けた。仕事の合間に、無料のデッサン学校に通い、1860年には、ルーブル美術館で模写する許可を得た。特に、色彩派と言われるルーベンス、ブーシェ、フラゴナールを好んだ。1861年の写真、ルノワールは、 画家になることを決意し、1861年11月、シャルル・グレールのアトリエに入った。ここで、クロード・モネ、アルフレッド・シスレー、フレデリック・バジールら、後の印象派の画家たちと知り合った。また、近くにアトリエを持っていた、アンリ・ファンタラ・トゥールとも知り合った。グレール自身は、保守的なアカデミズムの画家であったが、生徒たちに、 安い費用でモデルを使って自由に描くことを許していたので様々な傾向の画学生が集まっていた。ルノワールは後にグレールは弟子にとって何の助けにもなってくれなかったが弟子たちに思うようにさせるという長所はあったと振り返っている。グレールが画塾で制作中のルノワールの色使いを見て君絵の具を引っかき回すのが楽しいんだろうね。というと ルノワールがもちろんです。楽しくなければやりません。と答えたというエピソードが知られている。グレイルの保守的な指導に飽きたらない点で、モネやルノワールは共感を深めていった。もっともルーブル美術館を嫌いするモネと異なり、ルノワールは友人アンリ・ファンタラ・トゥールと共にルーブルに行き、18世紀フランスの画家たちを好んで研究した。また、 1862年4月には、エコールでボザールにも入学し、古典的なデッサン教育も並行して受けた。ここでは、夜間のデッサンと解剖学の授業に出席していたが、油彩画の修作をクラスに持って行ったところ、教師、シニョルから赤い色の使い方について批判され、もう一人のドラクロアになったりしないよう気をつけることだ。と警告されたという。当時、 豊かな色彩を用いるドラクロアはデッサンを重視する新古典主義が支配するアカデミーから排撃されていた。エコールでボザールで行われた1863年の構図の試験では受験者12人中9番、1864年の彫刻とデッサンの試験では106人中10番という成績を残している。1863年にはバジール、 モネ、シスレーと共にシャイン・アンビエールに行き、フォンテーヌ・ブローの森で射精している。ルノワールが戸外で制作していると、義足の男が現れ、デッサンは悪くないが、一体どうしてこんなに黒く塗りつぶしてしまうんだねと評したという。この男は、バルビゾン派の画家、ナルシス・ビルジル、ディアズ・ドラペニャであり、その後、ディアズは、経済的に苦しいルノワールのために、 家財代の支援や助言をするようになり、ルノワールもディアズを尊敬するようになった。この年、グレールは健康上、財政上の理由でが塾を閉鎖することとなった。ルノワールの恋人でモデルとなったリーズトレーを、バジール、ルノワールの肖像1867年、1863年のサロンドパリに初めて応募したが落選した。 1864年のサロンにグレールの弟子としてエスメラルダを応募して入選した。しかしこの作品はルノワール自身がサロン終了後に塗りつぶしてしまい現在は残っていない。ビクトル・ユーゴのノートルダム・ド・パリを題材としたロマン派的主題の暗い絵であったという。1864年時期の製造業者から 初めて9歳の娘の肖像画の依頼を受け、ロメーヌラ工場を制作した。ベラスケス、アングル、コローエドガードガの影響も感じられる作品となっている。1865年、シスレーと共に、フォンテーヌ・ブローの森近くのマルロットに滞在した。ルノワールは、マルロットで、画家ジュール・ルクールと知り合い、滞在中は、世話になるようになった。ルクールは、 クレマンス・トレオという女性と交際を始めたが、ルノワールは、クレマンスの妹である17歳のリーズ・トレオと、知り合い、交際するようになった。その後、たびたび、彼女をモデルに絵を描いている。1865年のサロンには、失礼の父親を描いた、肖像画を含む2点が入選した。失礼が、経済的に苦しいルノワールを助けるため、 彫像画を依頼して買い取ったものであった。この時も、ルノワールは、グレイルの弟子として出品している。1866年にも、シスレーと共に、マルロットを再訪し、アントニー・おばさんの宿屋を制作した。1866年のサロンには、フォンテーヌ・ブローの森のジュールル・クールを応募した。この年、サロンの審査委員にジャンバティスト・カミー・ユコローや、 シャルル・フランソワ・ドービニーが入ったため、ルノワールや仲間の画家の多くが入選した。この時期、ルノワールは、クールベに習って、パレットナイフを使った作品から、アカデミックな構想の作品まで、両極端の様々な様式を実験しており、フォンテーヌ・ブローの森などで制作した。バジール・ラ・コンダミンの通りのアトリエ1870年。左から人の男性のうち人がルノワールでは、 ないかと考えられている。バジールは、1866年7月、ビスコンティ通りにアトリエを移し、ルノワールも共同で使用した。失礼や、モネもここをよく訪れた。南仏の裕福な家庭に育ったバジールは、ルノワールや、モネら仲間の画家を経済的に助け、時にアトリエで生活を共にした。1867年、 バジールと失礼が同じアオサギの生物を違う角度から描き、その制作中のバジールをルノワールが絵画に残している。バジールもルノワールの肖像を描いている。真似はルノワールによるバジールの肖像を称賛し、ルノワールはこの絵を真似に送った。ファンタラトゥール、バティニョールのアトリエ1870年。絵筆を持つ真似を若手画家や批評家が囲んでいる。 真似と右横の椅子でモデルとなっているアストリュクとの間で後ろに立ち、キャンバスを見るのがルノワール。1867年のサロンは前年から一転して審査が厳しくなり、ルノワールや仲間の画家の多くは落選した。ルノワールのカリオスルディアナはサロン向けの主題であったが、クールベの影響を受けたモデルを理想化しないし、質気の良すぎる描写が不評であったとも考えられる。 この作品のモデルもリーズトレオである。この年、ルノワールはシャンゼリゼの眺め、ポンデザールなどパリの都市風景画を制作している。夏の間はシャイで制作し、シスレイも合流した。古外で日傘のリーズを制作した。ルノワールは1868年、バジールがバティニョール地区のラペ通りに借りたアトリエに一緒に移った。ラ・コンダミンヌ通りのアトリエは エドゥアールマネが通うカフェ・ゲルボアからすく近くの場所であった。後の印象派の画家たちはカフェ・ゲルボアに集まりバティニョール派と呼ばれていた。1868年のサロンには日傘のリーズが入選した。1869年のサロンには夏、中作が入選した。この年の夏にはルーブシエンヌに引っ越していた両親の家に滞在していたが、 モネも近くのブージバルに滞在していた。モネは金も絵の具もない絶望的な状況に陥っていたが、ルノワールはたびたびモネの家を訪れ、家からパンを持って行ってやったりした。ルノワールはモネと共にパリ郊外の行楽地ラグルヌイエールでキャンバスを並べ、それぞれ作品を制作した。二人はこの頃を機に、 パレット上で絵の具を混ぜず、絵の具を小さな筆色で画面上に置く筆色分割の手法を編み出しており、印象派の誕生を告げる出来事と言われる。1870年のサロンには、リーズをモデルとした、浴女とグリフォンテリアが入選した。女性のポーズは古代ギリシャのアフロディテに似ているが、クールベの写実主義の影響も指摘される。 もう一点入選したアルジェの女はドラクロワのアルジェの女たちへのオマージュでアルジェの女に扮したパリの女を描いたものであった。これまでバティニョール派への評価を避けてきた批評家アルセーヌ・ルセイもラルティスト氏にモネとルノワールを擁護する評論を発表しルノワール氏を入選させたのは良い判断である。堂々たる色彩を扱う気質がドラクロワが描いたかのような アルジェの女に素晴らしく現れている。と書いている。1870年7月、不仏戦争が勃発すると、ルノワールは第10期兵部隊に配属されたが、1871年3月、動員が解除された。赤痢にかかり、生命まで危ぶまれたが、おじがボルドーに引き取ってくれ、回復したようである。ルノワールがパリに戻ると、 パリコミューンによる動乱の真っ只中であった。ルノワールは、セーヌ橋で制作していたところ、パリコミューンの兵士から、第三共和制政府のスパイと勘違いされて逮捕された。連行される途中、知り合いだったパリ警視総監、ラウル・リゴーが通りがかって、身元が判明し、釈放された。その上、リゴーに通行許可証を出してもらい、 パリコミューンの動乱期に防衛線を越えて、ルーブシェンヌの両親の家と行き来することができた。フランスに残っていたシスレーと、ルーブシェンヌやマルリーで一緒に制作した。地の一週間の最中の5月23日夜、コミューン政府は、セーヌ菓子の建物に火を放ったが、ルノワールは、ルーブシェンヌの水道橋から、炎上するパリ市街を安潭たる思いで見ていた。戦争では、 友人バジールが戦死した。また、モネやピサロは、ロンドンに渡って、画商ポール・デュランイコール・デュエルと知り合うなど、バティニョール派の画家たちにとっては一つの転機が訪れた。第三共和制になってからのサロンは、保守性を増した。ルノワールは、1872年のサロンに、騎兵とアルジェリア風のパリの女たちを応募したが、落選した。1873年のサロンには、 ブーローニュの森の朝の乗馬と肖像画を応募したが、これも落選し、この年5月から開かれた落選展にブーローニュの森の朝の乗馬を出品した。この作品には、好意的な批評と批判的な批評が出たが、エドガードガの友人アンリル・アールが購入してくれた。また、ドガが批評家テオドール・デュレに日傘のリーズを勧めてくれ、デュレが1200フランで購入してくれた。 モネやピサロを介してバティニョール派の画家たちを知るようになったデュランイコールリュエルも彼らの作品を購入するようになった1872年3月にはルノワールともあったしかしこの頃は他のバティニョール派のメンバーと比べルノワールにはそれほど注目しておらず1872年の購入額は500フラン1873年の 購入額は100フランにとどまっている。なお、以前ルノワールが交際していたリーズ・トレオは、1872年4月、若い建築家と結婚した。ルノワールは、お祝いに彼女の肖像画を送ったが、その後会うことはなかったようである。少しずつ愛好家が増えてきたことで、1873年秋。 パリ九区のサンジョルジュ通りに広いアトリエ兼住居を借りることができた。すぐ近くにはドガのアトリエもあった。サンジョルジュ通りにはジャーナリスト志望だった弟のエドモン・ルノワールが同居し、財務省管理ジョルジュ・リビエール、音楽家、カバネル、画家志望のフレデリック・コルデー、フラン・ラミ、ロートなど、ルノワールの友人たちもここを訪れた。ルノワールがポンヌフを通る群衆を描いた時、 弟エドモンは通行人に声をかけて足止めさせ、兄が通行人のスケッチをしやすいようにした。また、モネは1871年からアルジャントイユにアトリエを構えたが、ルノワールは1873年から1875年にかけてモネの元をたびたび訪問し、一緒に制作して風景画の傑作を生み出した。ルノワールは 子外製作をするモネの姿も描いている。この時期、モネ、ルノワール、シスレーラは、アルジャントイユで共に製作する中で、筆色分割を用いて、自然の一瞬の姿をキャンバスに映し取るための統一した様式を生み出した。この頃、モネやピサロを中心に、サロンから独立したグループ展の構想が具体化しつつ、あった。ルノワールも、規約について、意見を述べている。 1874年1月17日、画家、彫刻家、版画家等の芸術家の共同出資会社の規約が発表された。審査も報奨もない自由な展覧会を組織することなどを目標として掲げ、その設立日は1873年12月27日とされている。そして、サロン開幕の2週間前である同年4月15日に始まり、 5月15日までの1ヶ月間、パリ・キャピュシー・ヌ大通りの写真家、ナダールの写真館で、この共同出資会社の第一回展が開催された。後に、第一回印象派展と呼ばれる歴史的展覧会であり、画家30人が参加し、展示作品は合計165点ほどであった。展覧会カタログは、弟エドモンが制作した。展覧会の構成は、 主にルノワールが取り仕切った。ルノワールは7点を出品し、踊り子、サジキ跡、パリジェンヌなど、風俗が5点、風景が1点、生物が1点であった。しかし、第1回転は世間から厳しい国評にさらされた。第1回転の開会後間もない4月25日、ルシャリバリ市場で評論家、ルイ・ルロワがこの展覧会を訪れた人物が、 あまりにひどい作品に驚き呆きれるというルポルタージュ風の批評、印象派の展覧会を発表した。その中で、ルノワールの踊り子について、作者をギヨマンと呼期しているが、人物が背景に溶け込むような不明瞭な輪郭を批判している。この文章がきっかけで、印象主義、印象派という呼び名が世に知られるようになり、次第にこのグループの名称として定着し、 画家たち自身によっても使われるようになった。1874年の第1回印象派展終了後、モネ、ルノワール、マネ、シスレー、カイユボットはアルジャントゥイユに集まり、共に制作した。モネとルノワールは同じ構図、モチーフでアルジャントゥイユの小舟を制作しているが、モネが現実から抽出した要素をパターン化して表現しているのに対し、ルノワールは 現実の情景をより忠実に描いており、また人物が強調されており、二人の個性の違いを示している。モネの回想によれば、1874年、マネトルノワールがアルジャントいイユのモネの家で、モネの妻カミーユと息子ジャンを一緒に描いたことがあったが、マネはモネにあの青年には才能がない。君は友人なら絵を諦めるように進めなさい。 と言ったという。もっとも、真似は、心からルノワールを称賛していたので、このエピソードは、ルノワールと競い合った。同年12月17日、サンジョルジュ通りのルノワールのアトレーで、共同出資会社の総会が開かれ、債務生産のため共同出資会社を解散することが、決まった。ルノワールは、1875年初め、 夫人と二人の娘の肖像画の依頼を1200フランで受けた。このことがきっかけで、競売場をお手るルオでの競売会を思いつき、モネ、シスレー、ベルトモリゾーを誘って、同年3月24日、競売会を開いた。ルノワールは20点を出品した。参加者の嘲笑を浴び、結果はかんばしくなかったが、デュランイコールデュエルは、 ルノワールの2点を含む18点を購入している。また、収集家で出版業者のジョルジュ・シャルパンティエはルノワール3点を購入している。税管理、ビクトール初家も競売会を見てルノワールに妻の肖像画を依頼した。こうしてルノワールと初家の間には友情が生まれ、ルノワールは初家をセザンヌやモネに紹介した。シャルパンティエ夫妻も ルノワールの重要なパトロンとなり、ルノワールは、シャルーパンティエの家で、ギ、ッド、モーパッサン、エミール・ゾラといった文学者や、各界の名詞、後に、絵のモデルを務める女優ジャンヌ・サマリーとも知り合った。並行して、1875年のサロンにも応募、したが、落選した。この頃、ルノワールは、絵の売り上げが増えてきたことで、サンジョル・ジュ通りのアトリエの他に、 モンマルトルのコルトー通りにも、庭付き一軒家のアトリエを借りることができた。そこで、ムーランド・ラ・ギャレットの舞踏会の制作に取り掛かった。サン・ジョルジュ通りのアトリエには、相変わらず、リビエール、エドモン・メートル、テオドール・デュレ、ビクトール・ショケといった友人たちが集まった。1876年2月になり、ルノワールは、親友・アンリル・アールと共に、ギュスターブ・カイ・ユボットに当てて、 第2回グループ展の開催を提案している。ルノワールが熱心だったのは、前年のホテルドゥルオでの競売会が不調だったこと、サロンにも落選したこと、真似のサロン入選作も激しい非難にあったことなどが理由と考えられる。初見もこれを後押しした。そして、3月から4月、デュランイコールリエルの画廊で、第2回印象派展が開かれた。ルノワールは、 修作など18点を出品した。批評家、アルベール・ボルフは、パリ歴と題する文章で印象派を酷評した上、ルノワールについて次のように書いた。さて、ルノワール氏には次のことを説明してほしい。女性のトルソーは、死体の完全な腐敗状態を示す、紫色がかった緑色の反転を伴う、 分解中の肉の塊ではないことを、アルベール・ボルフ、フィガロ1876年4月3日これは、ルノワールの陽光の中のラフに対する批評であるが、ルノワールが古外で肌に落ちる影を紫色や緑色を使って表現したのに対し、物のの固有色を重視するアカデミズム絵画の立場からは理解されず、腐敗しているようにしか見えなかったことを示している。他方、 エミール・ゾラは、ルノワールの肖像画を賞賛した。1885年頃のムーランド・ドラ・ギャレット。1877年、第3回印象派展が開かれた。カイユボットが中心となって推進し、ドガ、モネ、ピサロ、ルノワール、シスレー、モリゾ、セザンヌが賛同した。ルノワールは、モネ、ピサロ、 カイユボットと共に展示員を務めた。ルノワールが出品した21点の中でも、ムーランド・ラ・ギャレットの舞踏会は特に注目を集めた。ムーランド・ラ・ギャレットは、モンマルトルの丘の中原にある舞踏場で、庶民の憩いの場所であった。巨大な作品であったため、アトリエから舞踏場まで、友人たちがキャンバスを運んだという。 美術批評家ジョルジュ・リビエールは、ルノワールの勧めにより、第三回転参加者らを紹介する小冊子、印象派を刊行した。リビエールは、その中で、ムーランド・ラ・ギャレットの舞踏会について、この作品は、サロンを賑わす芝居がかった物語画に匹敵する、現代の真の物語画であると述べた。この絵は、カイユボットが買い取ってくれたが、全体的には、 展覧会の売れ行きは不調であった。第3回印象派展最終日の1877年5月28日、オテル・ドゥルオで、カイユ・ボット、ピサロ、シスレイと共に競売会を開いたが、その成果もかんばしくなかった。そうした中、シャル・パンティエ夫妻の他に、実業家、ウジェーヌ・ミュレ、医師、ポール・ガシェ、作曲家、エマニュエル・シャブリエなどの愛好家の支援が頼みであった。 マネや、ドガラ、カフェ・ゲルボアの常連は、カフェ・ドラ・ヌーベル・アテーヌで飲むことが増えた。グループ店のメンバーには、パリを離れるものが多かったが、パリに残ったルノワールは、サンジョルジュ通りとモンマルトルのアトリエの間に、カフェがあったこともあり、頻繁に顔を出した。ルノワールは、この頃、工芸品への興味を持っており、カフェでも、19世紀に美しい家具や時計を、 制作できる人がいないことに文句を漏らしていた。ルノワールはシャルパンティへの勧めもあって、1878年のサロンに応募した。グレイルの弟子として応募した、一杯のショコラが入選した。このことは、失礼、セザンヌ、モネのサロン応募を誘発することになるが、ドガは印象派展参加者はサロンに応募すべきでないという主張を持っており、 印象派グループの中での考え方の違いが深刻になってきた。当時のサロンは一般大衆にとって作品の評価を保障する存在であり、労働者階級出身で経済的に苦しいルノワールにはサロンに入選して作品が売れることが切実な問題であった。1878年5月、テオドール・デュレは印象派の画家たちと題する小冊子を出版し、 モネ、シスレー、ピサロ、ルノワール、ベルトモリゾの5人を印象派グループの先導者として選び出し、解説を書いた。1879年のサロンには2点が入選した。そのうち女優、ジャンルサマリーの立像は注目されなかったが、シャルパンティエ夫人とその子供たちは、目立つ場所に展示され、賞賛を受けた。これは、 モデルのシャルパンティエ夫人の知名度によるところが大きかったと考えられる。家中のシャルパンティエ夫人は黒いドレスを着ており、それまでの印象派の美学に対する挑戦であった。一時的に子外政策もやめていた。ピサロは支援者、ウジェーヌミュレーの手紙の中で、ルノワールはサロンで大成功を収めました。彼はついにやったと思います。それは、 とても結構なことです。貧乏はとても辛いですから。と書いている。シャルパンティエ家でこの絵を見たマルセル・プルーストもその優美さを称賛した。その頃から肖像画の注文が増えてきた。その年の4月にはドガが中心となって第4回印象派展が開かれたが、ドガの主張によりサロンに応募する者は参加させないこととされ、展覧会の名称も 独立派展とされた。サロンに応募していたルノワールは参加せず、セザンヌやアルマン・ギオマンも同様の理由で参加しなかった。モネも当初サロン応募に傾いていたが、カイユボットの説得によって参加を決めた。その年の6月、シャルパンティエ夫妻が創刊したラビモデル主のギャラリーでルノワールのパステル展を開いた。これと合わせて弟エドモンが ラビモデル主に兄の作品を包括的に紹介した記事を載せた。1879年、ルノワールはモデルをしていた女性マルゴを病気で亡くし、落ち込んでいた。同年夏、シャルパンティエを通じて知り合った友人の収集家ポール、ベラールがディエップ近くのバルジュモンに持つ辞書を訪れ、親しく交友するようになった。バルジュモンからパリに戻った頃、 サンジョルジュ通りの大衆食堂でお張り子をしていた女性アリーヌ・シャルゴトであった。アリーヌはルノワールの絵のモデルをするようになり、同棲を始めた。しかし、ルノワールは労働者階級出身のアリーヌとの交際を周囲には、た隠しにしていた1880年のサロンは芸術アカデミーが主催する最後のサロンであった。ルノワールは二点は入選した。この年には、 ルノワールだけでなく、モネも印象派点を離脱して、サロンに応募した。ルノワールは、サロンの門戸を広げる改革案を公表したが、注目されるには至らなかった。1881年初頭から、経済的危機を脱した、デュランイコール・リュエルが、ルノワールの作品を定期的に購入し始めた。ルノワールは、この年3月から4月にかけて、アルジェリアに旅行した。 ここで、ドラクロアを魅了した色彩豊かなオリエントに惹かれ、ドラクロアに習い、モスクを描いた。ルノワールは、旅行先の RJ から、デュランイコールリエルに当てて、サロンに応募する理由について、次のように書いている。私がなぜサロンに作品を送るのか、あなたに説明しようと思う。サロンを通さずに絵画と結びつきうる美術愛好家は、パリには15人もいない。 サロンに入選しない画家の作品を1点も買おうとしない人は15万人はいます。これが毎年少なくとも2点の肖像画をサロンに送っている理由です。同年夏にはバルジュモンにあるポール・ベラールの別荘で過ごし、近くのプールビル、バランジュビル・シュルメール、ディエップを訪れた。百八十一年のサロンはアカデミーからフランス芸術家協会に移管されて、 初めてのサロンであった。ルノワールは、ピンクと、青、カーン・ダンベール家のアリストエリザベートと、肖像画1点を入選させた。第6回印象派展には参加していない。かつての印象派グループは、ピサロを中心としたグループ、ドガを中心としたグループ、そして今や、印象派展を離脱して、サロンに戻ったルノワール。モネ、失礼。 セザンヌラのグループの三つに分裂していた。ラファエロ、ガラテアの勝利1514年頃。同年10月、ルノワールは突然イタリアに旅立ち、まずベネツィアに滞在した。その地から、シャルパンティエ夫人に、私はラファエロの作品を見たいという願望に取り憑かれました。と書いている。そして、11月21日には、ナポリからデュランイコールリュエルに、 私はローマでラファエロの作品を見てきました。非常に素晴らしい。私はそれをもっと早く見ておくべきでした。私は油彩画ならドミニクアングルが好きです。しかし、ラファエロのフレスコ画には驚くべき単純さと偉大さがあります。と書き送っている。ルノワールは当初は。なお、この時のイタリア旅行にはアリーヌ・シャリーゴも同行した。カプルで アリーヌをモデルにして制作したブロンドの浴場の左手薬指には指輪がはめられている。1882年1月には友人から紹介状をもらってパレルモで作曲家リヒャルトワーグナーに会い短時間でその肖像画を描いた。その後パリに戻る予定を変更しマルセイユ郊外のエスタックにポール・セザンヌを訪ね共に制作した。2月初め エスタックで風邪をひいて、肺炎を起こし、療養した。そのような折、カイ遊ボットとデュランイコールリュエルから、第7回印象派展への参加を促す手紙が届いた。ルノワールは、デュランイコールリュエルに次のように回答している。あなたがお持ちの私の絵は、あなたのものです。それらの絵をあなたが展示するのを妨げることはできません。 しかし、展示するのは私ではありません。もちろん私はどんなことがあっても、ピサロとゴーギャンの結託には関与しませんし、一時と、いえども独立派と呼ばれるグループに含まれることは、受け入れられません。第7回印象派展は、内粉の末、デュランイコールデュエルが仲介して1882年3月に、開催にこぎつけたが、出品作品の大半が、 デュランイコールリエルの所蔵品であった。ルノワールの出品作は、デュランイコールリエルが選定した25点で、うち9点が、ベネツィアやアルジェ、セーヌ川の風景画、5点が、生物画、その他は、風俗画である。批評家、フィリップ・ビュルティは、ベネツィアとアルジェの太陽の光に溢れた、風景画、そして、扇を持つ女性を絶賛した。 他方、対策、船遊びをする。船遊びをする。人々の昼食では、テーブル上の生物や、円形の生の側の描写は、印象主義的であるが、人物の明確な輪郭線や、左下から右上に向かう構図は、この頃から、古典主義への関心が強まったことを示している。百八十二年のサロンには、青いリボンをつけたイボンヌグランレル。百八十三年の、 サロンには、クラピソンプジンの肖像を入選させた。1883年4月には、デュランイコールリュエルが、マドレーヌ大通りに新しく開いた画廊で、ルノワールの古典が開かれた。ルノワールは、イタリア旅行でのラファエロとの出会いを機に、ニコラプッサンから新古典主義に至る絵画に興味を持つようになり、色彩重視からデッサン重視に転向した。そして、 1883年頃から1888年頃にかけて写実性の強いアングル風の時代が訪れる。1882年末から1883年にかけてダンス三部作と言われるブージバルのダンス、田舎のダンス、都会のダンスを制作した。田舎のダンスの女性のモデルはアリーヌ・シャリゴ、その他の2作品のモデルはシュザンヌ・バラドンである。 この当時、ルノワールは二人と二股の交際をしていたようで、1883年12月に、シュザンヌが生んだ画家モーリス・ユトリーロの父親は、ルノワールであるとする説がある。1883年4月には、デュランイコール・リュエルが、マドレーヌ・大通りに新しく開いた画廊で、ルノワールの古典が開かれた。初期作品から金作まで、約70点の中には、 数多くの代表作が含まれ、印象派としてのルノワールを解雇する本格的な展覧会となった。デュランイコール・リュエルは、これと並行して海外での売り出しを図り、ロンドンのニューボンド・ストリートの画廊で開いた印象派の展覧会に、ベネツヤの風景画やブージバルのダンスを含むルノワール9点を展示した。同年番下には、エーリジャージー、ガンジーを訪れた。 12月、モネと共に新しいモチーフを探しに地中海沿岸への短い旅に出た。モネはこの旅行についてルノワールとの楽しい旅はなかなか素晴らしかったのですが制作するには落ち着きませんでした。と述べている。二人の関心が変化したこともあり、かつてのように共同制作から成果を得る手法は難しくなったことを示している。 ポール・ベラールの別荘に招かれてその娘たちを描いたバルジュモンの午後を制作したが、ベラールはルノワールの新しい画風を好まず、この後注文をやめてしまった。その他にも多くのパトロンが離れ、この時期、ルノワールの絵は全く売れなくなってしまった。1885年3月、アリーヌとの間に、後に俳優となる長男ピエール・ルノワールが生まれた。その後、 母子の健康のためと経済的理由から一家はジベルギーに近いラロシュニュイオンに移った。この地からデュランイコールリエルに当てて私は昔の絵の柔らかい優美な描き方をこれから先再び取り入れていくことにしました。新しさは全然ありませんが18世紀の絵画を引き継ぐものです。と書いている。同年が秋、妻、アリーヌの故郷。 エッソワを初めて訪れ、その後もこの地を気に入って、たびたび訪れている。デュランイコール・リュエルは、1886年4月、ニューヨークでパリ印象派の油絵、パステル画展を開き、ルノワールの作品38点もその中に、含まれていた。この展覧会は、アメリカの収集家が印象派に関心を持ち始める、契機となった。同じ年、 最後のグループ展となる第8回印象派展が開かれたが、ガショジョルジュプティの国際美術展に参加を決めていたモネ、ルノワールは参加しなかった。また、モネと共にブルッセルの20人展にも参加した。1886年頃から、ベルトモリゾがパリの自宅で友人らを招いて夜会を催すようになったが、ルノワールはその常連客となった。また、 モリゾを通じて、詩人ステファヌ・マラルメと知り合い、信仰を深めた。ベルサイユ宮殿の噴水を飾るフランソワ・ジラルドンの浅うき彫りから大水浴図の着想を得たという。1887年までにかけて、それまでに制作した女性裸タ画の集大成として大水浴図を制作した。ルノワールは、それまでの制作方法と異なり、この作品のために、 デッサンや修作を重ねた。作品の中には明確な輪郭線と滑らかな表面の部分と筆色を残して色彩を強調した部分とが混在している。彼はこの作品を1887年のジョルジュプティの展覧会に出品した。ピサロは彼の試みは理解できます。同じところに止まっていたくないのはわかりますが、 戦に集中しようとしたために、色彩への配慮がなく、人物が一人一人バラバラです。と評したが、一般大衆の評価はむしろ好意的だった。フィンセント・ファン・ゴッホもこの作品を高く評価した。ルノワールは、デュランイコールリエルに、私は大衆に認めてもらえる一段階を、小さな一歩ではありますが、進んだと思っています。と書いている。ただ、 大水浴図には、改定がつかなかった。1888年初めには、エクス・アン・プロバンスのジャス・ド・ブ・ファン・ベェッソース層に、セザンヌを訪れ、一緒に制作した。ルノワールは、この年、激しい神経痛に見舞われるようになった。再び自分の作品に不満を持つようになり、美術批評家のロジェ・マルクスに、私は、自分が、これまでに言ってきたすべてをダメだと感じており、 それが展示されているのを見るのは、私にとって最も辛いことです。と書き、パリ万国博覧会への展示に難色を示している。霧の館の石段に座るるのはある。1890年には、レジオンドヌール勲章の授与を打診されたが、辞退している。また、この年、7年ぶりにサロンに出品し、これを最後にサロンから引退した。この年、 アリーヌと正式に結婚した。同年頃、ルノワール一家は、モンマルトルの丘のジラルドン通りにある、ラ・ブルイアールに引っ越した。1890年代初頭には、農作業をする女性や、都会の女性の牧歌的な情景を好んで描いた。そこでは、1880年代のようなはっきりした輪郭線はないが、かといって印象派の時代とも違い。 人物がしっかりしたボリューム感を持っている。ラフも好んで描いた。1892年、美術局長官、アンリ・ルージョーンから、リュク・サンブール美術館で展示すべき作品の制作依頼を受け、ピアノによる少女たちの油彩が5点、パステルが1点を集中的に制作した。これには、詩人ステファヌ・マラルメ、美術批評家ロジェ・マルクスの働きかけがあった。 ユサイガコのうち、現在オルセイ美術館に収蔵されている作品が、四千フランで政府買い上げとなったもので、全体が暖かい色調で統一されている。同じ年、デュランイコールデュエルガローで、ルノワールの回顧展が開かれ、好評を博した。この頃、司会ジョルジュ美オ中仲商人、フェリックス・フランソワド・ポー、劇場経営者、ポール・ガリマールなど、 新しい愛好家も増えてきた。ルノワールは、同じ1892年、ポール・ガリマールに誘われて、マドリードに旅行し、プラド美術館で、ディエゴ・ベラスケスの作品に感銘を受けた。1894年、アリーヌとの間に、後に映画監督となるジナンジャンルノワールが生まれた。この年、アリーヌの登園の女性ガブリエル・ルナールが、ルノワールの家のメイドとして働き始め、 ジャンの世話をするだけでなく、ルノワールの絵のモデルも務めた。1896年の画家の家族には、ラブルイアールの庭先に、長男ピエールとその母親アリーヌ、幼いジャンとそれを支えるガブリエル、リンカの少女が勢ぞろいしているところが描かれている。1894年2月、カイユボットが亡くなったが、カイユボットは、その遺言で、マネや、 印象派の作品68点をリュクサンブール美術館に、後にルーブル美術館に収蔵すべく移蔵しており、その遺言執行者としてルノワールを指名していた。そのため、ルノワールはこの遺言実現のため奔走することになった。しかし、保守的な美術館や世論はコレクションの受け入れに反対し、大きな論争となった。結局、1 8 9六年、 コレクションの一部がリュクサンブール美術館に収蔵されることで妥協が成立した。ルノワールの作品は8点中6点が受け入れられた。エッソワにあるルノワールのアトリエ。1897年、自転車から落ちて右腕を骨折し、これが原因で慢性関節リウマチを発症した。その後は、 療養のため冬を南フランスで過ごすことが多くなった。1899年、友人のガカル・コンシーの勧めでカーシュルメールのサブルーンホテルに滞在し、この町に惹かれるようになった。そして、パリ、エッソはカーニュの参加賞を行き来するようになった。1900年、パリ万国博覧会のフランス絵画100周年記念展に、 ルノワールの作品11点が展示された。同年8月、レジオンドヌール勲章後藤勲章を受賞した。これも同じ年、ベルネーム・ジューヌがローで大規模な個展を開催した。ベルネーム・ジューヌ兄弟は、1890年代、初めから、積極的に印象派の作品を扱い、ルノワールとも信仰を築いており、 1901年と1910年には、ルノワールが、ベルネーム・ジューヌの家族の肖像画を描いている。1901年、エッソワで、アリーヌとの間に、三男クロードが生まれた。その頃、リューマチで階段を上がるのも難しくなったことから、モンマルトルのコーランクール通りに移った。ルノワールが、1908年、カーニュのレコレットに建てた邸宅で、 現在は、ルノワール美術館。1910年頃の写真。1903年、南二日ーシュルメールで、郵便局のある建物に住むようになった。小盆濃なルノワールは、これまでも、長男、ピエール、次男ジャンをモデルに、多くの作品を描いてきたが、三男クロードが生まれてからは、クロードの成長記録のようにさらに多くの作品の、モデルとした。また、 ルノワールは晩年、リオン出身の画家アルベール・アンドレを息子のように愛し、アンドレはエッソワやカーニュのルノワール邸を頻繁に訪れた。彼は晩年のルノワールの姿を数多く描くとともに、1919年、ルノワールの原稿を記したルノワールを刊行した。ルノワールは1904年のサロンド・オトンヌでは遺失を与えられ、 1905年にはサロンド・ートンルから名誉総裁の称号を授与された。1906年、メトロポリタン美術館がルノワールのシャルパンティエ夫人とその子供たちを購入した。マイオールによるルノワール像。1907年、カーシュルメールのレコレットに別荘を買い、晩年をここで過ごした。しかし、牛マチが悪化し、 1910年夏にミュンヘンに旅行したものの、帰国後、歩くことができなくなり、車椅子での生活となった。ジャンの回想によれば、レコレットには、モーリス・ドニポール・シニャック、ピエール・ボナール、アンドレ・ドラン、アンディ・マティス、パブロ・ピカソなど、若い画家が、毎日のように訪れてきていたという。1906年に、アリスティド・マイ・オールが、 ルノワールの胸像を制作したことを機に彫刻に興味を持ち始め、ガショーボラールの勧めで彫刻を手掛けるようになった。1913年以降は、マイヨールの弟子、リシャール・ニノが、ルノワールのデッサンと指示に基づいていくつもの彫刻作品を生み出した。1911年10月、レジオンドヌール勲章4等勲章を受賞した。1912年、 手術を受けたが、良い結果にはならなかった。この年、デュランイコールリエルがカーニュを訪れ、椅子から立ち上がることもできない、ルノワールの様子を見るが、描くときは、かつてと変わらない、上機嫌で幸福な彼を見ることができた。と語っている。動かない手に絵筆を縛り付けた、ルノワールの写真が残っている。アルベール・アンドレによると、縛り付けた絵筆は制作中は外せないため、 絵の具を変えるたびに絵筆を洗わなければならず、画面とパレットと筆線との間を慌ただしく行き来するうちに腕は疲労で硬直していたという。こうした苦闘の中から歓喜に満ちた作品を生み出していった。1914年、息子ピエールとジャンが出生し、負傷した。1915年、妻アリーヌは負傷したジャンを見舞いに行った帰り。 糖尿病が悪化して56歳で亡くなった。1919年2月、レジオンドヌール勲章3等勲章を受賞した。その年、ルーブル美術館がシャルパンティエ夫人の肖像を購入し、ルノワールは美術総館に招かれ、自分の作品が憧れの美術館に展示されているのを見ることができた。同年12月3日、カーニュのレコレットで肺充血で亡くなった。 ルノワールは、死の数時間前、花を描きたいからと言って、筆とパレットを求め、これを返すとき、ようやく何か分かりかけてきたような気がする。と呟いたという。もっとも、この伝説の出所は不明であり、デュランイコールデュエルによれば、私はもうダメだ。と呟いたという。長男ピエールによれば、二日に渡り肺の鬱血に、襲われたが、心臓が止まったときには回復していた。 彼の最後の瞬間は書き乱され、半ば無意識の一時的錯乱状態でよく喋ったが、直接彼に話しかけると大丈夫だと答えた。それから彼はまどろみ、約1時間後に呼吸は止まった。という。ルノワールの訃報を聞いたモネは衝撃を受け、とても辛い。私だけが残ってしまったよ。仲間たちの唯一の生き残りだ。という人に書いている。 ルノワールのカタログレゾネは、編集作業が始まったところであるが、作品数は4000点を下らないだろうと言われている。印象主義の時代、モネのラグルヌイエールとルノワールのラグルヌイエール。画家を志して、シャルルグレールの画塾に入った当初は、サロン風の絵を描く平凡な画学生に過ぎなかった。しかし、エスメラルダで、初めてサロンに入選した頃から、モネたち友人や、 ドラクロワの影響もあり、暗い色を払拭し、色彩画家としての本領を発揮するようになった。最初はクールベの影響を受けた時期もあったが、1867年の日傘のリーズや1868年の婚約者たちから、携帯を肉付けのみで作り上げ、色彩を帯びた影を注意深く観察するなど、はっきりと個性を示すようになった。 1869年にモネと共にラグルヌイエールを制作した頃からは、セーヌ川やモンマルトルの風景を明るく描く、印象主義的な手法を確立していった。伝統的なアカデミズム絵画は、凝った、構図、写実的なデッサン、滑らかな仕上げの細部を重視しており、色彩は、ものの固有色を表すものであって形態に従属する、ものに過ぎないと考えていた。それに対し、 モネを代表格とする印象派は、物の固有色という固定観念を否定し、目に映る色彩をそのままキャンバスに映し取ろうとした。そのため、パレットの上で絵の具を混ぜず、細かな筆色をキャンバスに並べることで、臨場感を伝えるとともに、古外の光の明るさを表現しようとした。それに伴って、ムーランド・ラ・ギャレットの舞踏会に見られるように、思い切って、 輪郭線をぼかすという手法を選んだ。もっとも、この時期においても、モネとは違い、ルノワールの作品には、人物への関心の深さが現れており、陽光に照らされた明るい風景画よりも、若々しい女性の肌の上に点々と落ちかかる、木漏れ日を描写することに熱意を燃やした。この時期、室内の人物画も数多く制作しており、モネが否定した黒も、積極的に利用している。 純粋な風景画においても、ルノワールの作品は、単に目に映る、光の描写ではなく、植物の旺盛な生命力や生々しい実態に、関心が向けられている。同じ、ラグルヌイエールでも、ルノワールの作品では、白いドレスの女性が目立ち、人々のファッションや、観光地の楽しさに焦点が当たっている。自由で気楽なボヘミアン的気質も投影されている。 アングル風の時代、甘笠1881から86年頃アングル、トルコフロ1862年。印象派は、筆色分割の手法を用いて、色彩の輝きを捉えようとしたが、この手法においては、はっきりした輪郭線に規定された形態を表現することは難しかった。実際、モネやシスレーは、草野や水面など、 明確な形態を持たない自然の風景に主な関心を寄せ、建物を描く場合でも揺らめく影のように光の表現に溶け込んでおり、明確な形態は放棄されている。しかし、もともと人物、特に若い女性の健康な肉体の輝きに魅力を感じていたルノワールは印象派のあまりに感覚主義的な態度には飽き足りなかった。ルノワールは後に、 画商アンブロワーズ・ボラールに次のように語っている。1883年頃、私の作品の中に一つの断絶が訪れた。印象主義を、とことんまで追い詰めていった結果、自分はもう絵を描くこともデッサンをすることも、できないのではないかという結論に達した。つまり一口に言えば、私は袋工事に入ってしまったのだ。古外製作ではあまりに光の効果に気を取られてしまい。 構成がおろそかになってしまうことにも気がつき、アトリエでの仕上げの必要性を認識した。印象主義からの脱却には、1881年から1882年にかけてのアルジェリア旅行、イタリア旅行で地中海の明るい太陽とルネサンスの古典作品に触れたことが影響したと思われる。その際、画面に構成的秩序を求めたルノワールの拠り所となったのが、 新古典主義の巨匠ドミニクアングルであった。1883年頃から1880年代後半まで続くアングル風時代の作品はあまりにも冷たくぎこちない不自然さがあると評されるが、そのような犠牲を払ってでも形態の確立によって印象主義の危機を克服することが必要であったと考えられる。 1881年頃から1886年頃にかけて制作されたアマガサでは1881年頃に描かれた右側の二人の少女と二人の女性は印象派風の軽快な筆色により表現されているのに対し1885年頃描かれた左側の女性と男性は明確な輪郭線が用いられており 印象主義の時代とアングル風の時代が混在している。そしてアングル風時代の総決算が大水浴図である。この作品の表現はアングルのグランド・オダリスクやトルコブロのように明確な形態を持っているが反面作り物のような冷たさがあることは否定できない。円熟期、浴女たち1918年頃。 1890年代以降のルノワールはアングル風時代の冷たさがなくなり、産後色の輝く色調で女性の暖かい肉体を描き出すようになった。肌のピンクがかった赤からバラの紫がかった赤まで様々な赤で生き生きとした表現をしている。絵の具の表面はかつての印象主義の時代のように大気の微妙な効果を伝えるものではなく、 生命のイメージを作り出すものとなっている。1892年のピアノによる少女たちは、その最初の成果といえ、法令な色彩によって、通俗的ではあるが平和で暖かな雰囲気を描き、第三共和制の太平を楽しむパリ市民の生活を映し出している。ルノワールは、私の好きな絵画は、風景ならばその中を散歩したくなるような絵。 ラフならばその胸や腰を愛イしたくなるような絵だ。と語っている通り、見る人を喜ばせるような絵を描き続けた。20世紀に入り、カーニュに住み始めてからは、伝統的な地中海文化への傾斜が見られる。19世紀後半に、プロヴァンス地方に起こった文学復興運動、フェリブリージュと関わりがあるかもしれないと指摘されている。ルノワールは、1908年、 アメリカの画がウォルターパッチに対し次のように語っている。私には何の規則も方法もありません。中略、私はキャンバスの上でその肉体が生き生きと打ち震えるように輝く色を見出さなければなりません。今では全てを説明するように求められますが、説明できてしまうような絵は芸術ではありません。中略、美術作品は あなたを捉え、あなたをそれ自体で虜にし、あなたを感動させるものでなければなりません。それは芸術家が情熱を表すための手段なのです。それは芸術家からほとばしり出て、あなたを彼の情熱へと誘う流れです。生前ルノワールは若い時貧窮に苦しみ、1875年には1.1フランで肖像画を描かせてもらったが、それすら良い仕事であった。 サジキ跡は1875年にようやく425フランで売れた。オテルドゥルオでの競売でもポンルフが300フランで売れたのが最高で、あとは最低額の50フランであった。1892年にデュランイコールデュエルガローで開いた個展が成功するとともに、ピアノによる少女たちが4000フランで政府買い上げになってから、ようやく経済的に安定するようになった。 若い画家たちからも大きな関心を寄せられた。1890年代に独自の様式を生み出したルノワールに対し、モーリス・ドニは、ルノワールは自分の感情やあらゆる自然や夢を自分なりの技法で表現する。彼は自らの歓喜の目で女性と花からなる見事な花束を作り出した。と評した。アンリ・マティスは、セザンヌに次いでルノワールは、 私たちを潤いにかけた純然たる抽象化から救っている。と語り、パブロ・ピカソは、ルノワールを法王と呼んだという。ルノワールは、彼ら若手画家たちに敬愛され、影響を与えた。ルノワールは、晩年、レジオンドヌール勲章を授与されたり、1904年には大会古典が開かれたりして、巨匠としての地位を確立した。1907年、 メトロポリタン美術館がシャルパンティエ夫人とその子供たちを3500ポンドという空前の高値で購入した。フランス国内だけでなくアメリカ、ドイツ、イタリア、ロシアなどで新作、旧作のルノワール展が次々開催された。1912年にはドイツの批評家ユリウス・マイヤー・グラフェによる図版付き研究所が出版された。 1918年頃には、ルノワールらの印象派の作品が18世紀の額縁に入れられて、パリの裕福な美術愛好家の書斎に飾られるなど、ブルジョア的価値観を体現するものとして受け入れられるようになっていた。この頃、印象派はアメリカでも、格好たる地位を築き、経済的に台頭するアメリカに、多くの作品が渡り、モーガン・ラッセルの、スティル。 ライフシンクリミー・ウィズ・ヌード・イン・イエローなどシンクロミズムの作品やガイペン・デュボアによる現代生活を題材とする絵画はルノワールの影響を受けたものとされフレデリック・カール・フリージキーの木漏れ日の中のヌードにおける光と影の表現にもルノワールの影響が見られる第一次世界大戦でフランスと敵対したドイツでさえ印象派は深く浸透しており フランスに進駐したドイツ軍兵士は、1917年に残豪の中で書いた日記に、フランスの風景の美しさを表現するときに、運河と並木の景色はまるで、ルノワールの夏の絵のようだと記している。もっとも、ルノワールは、アメリカ人が絵に物語性や感傷を持ち込みすぎることを苦々しく、感じ、コレクターが絵に物思いという題名をつけたことを嘆いていた。 死後ルノワール死後も作品の高騰は続き1895年に300ポンドだった船遊びをする人々の昼食は1923年には20万ドルとなったこの絵をデュランイコールデュエルガローで買ったアメリカのコレクターダンカン・フィリップスはルノワールの軽やかな陽気さは18世紀のフランスの装飾が形を思わせるこの船遊びをする 人々の昼食の成熟した完璧さと素晴らしい良感の表現にはイタリアルネサンスの遅れてきた絶頂期を見ることができる。と書いており、ルノワールを反逆者ではなく偉大な伝統に連なるものとして捉えている。アメリカでは1904年から1940年までの時期がルノワールの作品の影響が最も大きかった時期とされたが、以降は批評家の間の評判が下がり、 以前ほどの影響力はなくなったという。2002年にサンディエゴ美術館でルノワールの特別展が開かれた時、ロサンゼルスタイムズの記者リアオルマンはルノワールの絵画がたびたびサッカリンの息に踏み入るほどの甘さと評し、批評家のジェームズ・ハネッカーもルノワールをモダニズムの先駆者として評価したもののルノワールは理解しにくい画家ではないとも評した。 1950年代以降は、絵画取引として、オークションによる取引が一般的になるとともに、印象派絵画が高騰した時代である。モネやルノワールを協力することがステータスを意味するようになった。新富裕層が印象派に魅了されたのは、魅力的な色彩や親しみやすさのほかに、オールドマスターの作品と比べ来歴がしっかりしているという理由もあった。 1950年代には、ルノワール作品は、おおむね1.3万ポンド前後で取引されたが、時々10万ポンドに迫る取引が現れた。そして、1968年、実業家、ノートン・サイモンによって、学士院と芸術教が64万5834ポンドで競り落とされるという記録が生まれた。1970年代には、 美術史上の帝王として君臨するようになり、数多くのセールで最高位を保ち続けた。1980年代にはさらに高騰して、サザビーズやクリスティーズで数百万ドルから一千万ドル台の落札が相次いだ。1990年5月15日には、大昭和製紙の斉藤良英が、ニューヨーククリスティーズでフィンセント・ファンゴッホの一首がシェの肖像を、 史上最高値の7500万ドルで落札し、その2日後の17日、ニューヨークサザビーズで、ルノワールのムーランド・ラ・ギャレットの舞踏会を7100万ドルで落札したことが大きな話題となった。日本、座る、水浴の女1914年。油彩、キャンバス、5544.2センチメートル。岸本吉地在門急増、ブリジストン美術館。 日本人で初めてルノワールの絵を買ったのはパリで画賞をしていた林田雅であった。しかし、林が購入した作品は日本で知られることはなく売却されてしまった。日本で初めてルノワールに大きな影響を受けた画家は梅原隆三郎であった。梅原は1908年にパリのリュクサンブール美術館を訪れた時、ルノワールの作品に感動し、 1909年2月、レコレットのルノワールに会いに行った。その年、山下慎太郎や有島育馬を連れて再訪し、彼らはルノワールから水浴の女を譲り受け、日本に持ち帰った。日本国内では、雑誌、白樺などでルノワールが紹介され、中村常、赤松林作、土田漠戦などがその影響を受けた。山下が持ち帰った。 水浴の女が1912年の第4回白樺美術展で展示されたのが日本の公衆がルノワールの絵画に触れた最初の機会であったがこの時はロダンが絶大な人気を博していたのに比べルノワールへの反応は低調であった第一次世界大戦後にルノワール人気が沸騰し1919年にルノワールが死去すると 日本の新聞は大々的に関連記事を掲載した。中澤元吉や岸本吉左衛門がフランスでロダンやルノワールの作品を買い集め、そのコレクションが1920年に東京と大阪の展覧会で公開されると新聞でルノワールが熱心に取り上げられた。中村常はルノワール作品に感動し、どうしても人間を、打体を、 その生命を強調して、生々しく表現したビート書きし、座る、水浴の女の武者を制作した。一方、坂本半次郎は物足りないと評し、岸田流星は、ルノアールは甘いものだと思った。ガニがない、中心へ行くと、面をつかまされたような気がする。と批判した。この展覧会の頃が、ルノアール熱のピークとなった。また、この頃、 松方孝二郎や大原孫三郎も膨大な西洋美術を収集し、その中にはルノワールのアルジェリア風のパリの女たち、泉による女なども含まれていた。こうして日本に紹介されたルノワール作品は印象派時代のものよりも後期の作品が中心であり、日本人にとってのルノワールのイメージは後期の様式をもとに形成されてきた。 第二次世界大戦後は1970年代に広島銀行がルノワールのパリスの審判を購入するなど再び西洋美術熱が到来した。1985年頃から1990年頃までのバブル景気時代には前述のような斉藤良英によるムーランド・ラ・ギャレットの舞踏会の高額落札の他にも各地の県立美術館が競ってモネ・ルノワール ピカソなどの作品を買い求めた。ありがとうございます。